こんにちは、花レオさん。まあ1000円のチップからね、そこまで可能性が広げてイオンで演技させてもらえるなんて素晴らしいじゃないですか。まあそのね、その手品の可能性、自分のチャレンジの可能性をどん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 広げていくと、もしかしたらトップマジシャンになれたかもしれませんね。今マジシャンを目指す方も少なくなって、マジックのネタもどんどん暴露されてますんでね。だからこそ、そういう時代だからこそ、マジックを最後まで突き詰める人っていうのが残るのかもしれないですね。わかりませんけどもね、マーケットが枯れていったから、そこにいちゃダメなのかもしれないですからね。どっちかなというところでございます。まあギャンブルみたいなもんですよ。不安定な暮らしといえば不安定ですけども、私たちはね、安定を求めてさまようんではなくて、安定を求めてあっちフラフラこっちフラフラ行くんではなくて、不安定に上手になっていく、不安定に強くなること、それがまあ生きるってことなのかなと思います。さあ今日はね、お知らせしたいことは本当にシンプルです。ポイントされてのモッピーあるでしょ。で、私は1ポイントだろうと2ポイントだろうと、ついにね、0ポイントまでやってみたんですよ。まあそうやっていくとね、私アンケートで答えてないのがないんですよ。今日お話したいのは、1ポイント、2ポイント、これを追った挙句、一つのアンケートサイトですでに6000円稼いだよって話です。で、こういうふうになるんですよ。だから目先の1ポイント、2ポイントをまたいでね、その先の可能性に気づけなくなっちゃうんですよ。もっと言ったら、1ポイント2ポイント大事にできない人が、なんでね1万2万がゲットできるんだって話なんですよ。まあね、モッピーに会員登録してプロの私がやってる程度にもやらずにやめていった人ってのは絶対にプロにならないですよね。私でも1ポイントやってるわけですよ。1億円持ってても1ポイントやるんですよ。じゃあ金がない人が1ポイント追わずにどうするんですかって話ですよね。で、ちょっとグダグダ言いましたけども、そのモッピーでねアンケート答えていくと、私はそのモッピーのアンケートサイト2ポイントですよっていうのから、その先のサイトに飛ばされたんですよ。その先のポイントで、その先のサイトで何が起こったかというと、以下のソフトウェアを使った感想を教えてくださいと。回答1つにつき1000円の Amazon ギフト券を差し上げます、何度でも回答できますっていうふうになってたんですよ。で、私は本当かなと思ってね、1つやってみたら、次も回答してもらえますかって来たんで、2つ目答えてみました。3つ4つ答えてみましても、まだね、次のアンケート答えてもらえますかって来たんですよ。で、トータルでね、10個は答えれることになりましたけども、私は残念ながら6個の回答、6000円で、ドローダウンしました。残りの4つは私が使ったことがないサイトだったからなんですね。ということでね、1ポイントの向こうにどれだけの可能性があるかってことは、それをやった人しかこういうふうに話せないんですよ。多分アンケートサイトバカバカしいと思って1ポイント2ポイントまたいでいった方は、この6000円にはたどり着いてないんですよね。で、私はそういうことをやってきたからプロフェッショナルになってると思うんですよ。で、プロになれなかった方っていうのはアマチュアですらやることをやってないんですよ。大きな差だと思いますけどね、これはね、はい、ということで、自慢話じゃないんですけども、そのモッピーのね、今回のエピソード動画にまとめたのがありますんで、動画概要欄からね、ちょっと確認してみてください。それでは行ってらっしゃい。